こんにちは、美術学リコです。阿部大輔です。ちょうど鳴った。おマジックだ ね、うん、今日最初にお送りした曲は皆さんご存知の夕焼け小焼けです。そう、我らが今住むね、はい、今、まあ、八王子市の、まあ、高尾というところに住んでるんですけども、まあ、この夕焼け小焼けの作者の、高野達也。違うよ、はい、な中村うこうさんの出身地のすぐそばなんだよね。そう、高尾は高尾っていうか、まあ八王子は八王子でも御方のなんか本当に山の方でね、うん、そう出身の人でね、うん、そうちょっと今日はその今日のね曲は挿入曲はちょっと私たちの今住んでるところをねトリビュートというか、うん、そうして、あと今ちょうど夕焼けだし、ね、冒頭でね、うん、夕焼け小焼けをやって、うん、また後ほど、うん、またこの地にちなんだ曲をやりたいと思いますので、はい、最後まで楽しんでください、はい、ということで、ね、この曲はまあクリコのアルバムにも入ってるけど、それはインストだもんね、うん、歌バージョンも そうだね、前にやったんだよね、うん、ずっと前にこの曲はインストでやったの。あ、そうかそうか、うんまあ、そんな感じで、あの、はい、いろいろライブがね立て続けに私あったんですけれども、皆さんなんかいろいろ足を運んでいただいて本当にありがとうございます、うん、ありがとうございました、ね、いろんな方に会えて ね、楽しいね。なんか YouTube 見てます、まあ、そうそう、でも今日はあの金曜日なんですけども、いつも木曜日に配信してますが、あ、そうそうそう、なんと昨日ねちょっとトラブル発生で、一昨日か、うん、一昨日のライブの前に車で2人でライブ一緒だったから、うん、車でベースとギターを運んでたんです。で現場に着きまして、楽器を下ろそうとしたら、私はとってもテンパっていたので、その日のやる曲も難しかったのででも立て続けにあって一番最終日です、うん、のね入りに車から楽器を出そうとした時に、なんか引っかかってるなと思って、思いっきりガンってやったらゴトンって音がした。やばっと思って、これもうその音でわかんの、うん、でこの辺触ったらやばい、ブリッジが、あのブリッジがない、ブリッジ倒しちゃって、うん、いつも気をつけてたんだけど、やっぱそう気抜いた時に一応そういうことが起こる、そう、ね、うん、でブリッジが落ちてしまったから中の昆虫まで倒れてしまって、うん、でもう半泣き状態で、まあ、弾けない状態になってしまった。そう、それで電話したらね、お店の人にちょっと触んない方がいいって言われて、そしたらたまたまお店にね、の従業員の方のベースがたまたま置いてあったんですよ、いつも置いてないのに、うん、でそれをなんか連絡したら貸してくださるってことになって、貸していただいてその日のライブをこなせたんですけれども、本当ラッキーだったね本当に。それでまあ昨日はその辺の修理にちょっと、ね、はい、行ってたため、あ、昨日は取れなかったんですけども、はい、はい、そんなこともありますね。ありますね、はい、
気をつけましょうね。はい、まあね、ということで、みんな、皆さん、ね、みんな一度はやってるよ。そうだね、大丈夫。いや、俺もね、これ一回あのネックボキって言っちゃったことがあって。あったよね。あれも油断してた。あれも油断してて、なんか椅子があったら椅子にこうやってね立てかけてたんですよ。よくギタリストだったらやっちゃうと思うんだけど、こういう風にね、ここに椅子があったらこうやって立てかけてといて、何だったんだろうね。ね、狭いで、なんかちょっとそう。で、あーって思ったらなんか倒れそうになって、これもうスローモーション。あーみたいな、でも自分はもう届かないところにいるみたいな。そうそう、でバキーって。そう、私もこの辺にいて届かないっていう時だったね。あれで、まあでもそれをね、まあ、しょうがないから、あの修理の人に電話して、リペアの人ね。そしたら持ってったら、まあ、ニューヨークでの話ね。そしたら、まあその割と素晴らしいあのリペアマンのあの日野マッサさん、マッサさんってあの、まあ、日野テルマスさんの息子さんでもある、うん、まあ、ニューヨークに住んでるリペアマンの方がのお店に行ったんだけどそしたらまあ、あのアダム・ロジャースも来てたわけよ、そのお店に。で、あ、アダム・ロジャースさんいるわと思ってで、どうしたのって聞かれて、アダム・ロジャースにね。そしたら、いや俺やっちゃってさって言ったら、ああここね、ギブソンはね結構接着があの弱いから、あのくっつけ直したら音良くなるよって言われて、アダム・ロジャースにね。あ、そうなんだと思って。でもそれでそのマスさんが接着してくれて、まあ結果的に音は良くなったのかな、わかんないけど、もうもはやわかんない、ね、もはやわかんないけど、きっとでもそうなんじゃないかな。でもあれね、結構悲惨に折れたよね。割り箸が折れたみたいになんかなんなかった結構っていうか、いや、ここのネックの付け根のところはバキッていっちゃったんだけど、うん、でもなんか、まあでもそういうのがあって、やっぱでも今では気をつけるようになりましたね。そうそう、そうだよ、何でもそうだよ、油断した時に何か起こるからさ、はい、皆さんも気をつけましょう。ということで、セッションの心で107回目でございますけども、はい、じゃあね、皆さんお元気でしょうかね。今日のトピックはいかがいたしましょう。はい、今日のトピックはまた質問が来ていまして、はい、はい、さて質問なのですが、お二人はジャズクラブ、ホール、野外などさまざまな場所での演奏経験をお持ちだと思います。シチュエーションの違いに対応するために気をつけていること、難しさ、珍しい会場の思い出などありましたら聞かせていただけると嬉しいです、ということです。はい、何かありますか。会場、例えば、まあ、いつものジャズクラブはジャズクラブで、僕らが一番慣れてるのジャズクラブじゃない。うん、そうだね。そういう時はどう、気をつけてることありますか。これから楽器の運搬に気をつけようと思います。そうだね。いやでも本当そうなんだよ、うん、でも結構狭い入り口のところとかもあるじゃん。そうそう、あと楽器の運搬っていうか、私はね、あのそんなに都心の方はやっぱ車まで運転できないので怖くて、うん、だからやっぱ電車なんだけど、その時は電車に乗る時楽器を運ぶの、ね、やっぱこの、やっぱブリッジを気をつけてたけどね、うん、あの人に当たって蹴られたらもう終わりなので、ここはあのノリでくっついてるわけでもないし、うん、一瞬にしてやられるから。でなんか変に触りたがる人いるんだよね、楽器に。なんでだろう、分かんないけど、こうやってくる人いるの、わざわざ。なんかあと、あの手伝うよって言われて降りないのに、こうやってもとっとするから触ってくるの。ちょ、降りませんからって言って、そういう人なんか気を、そういうとか気をつけてる。気をつけようがないな。変な人いるって言うから、ね。変な人っていうか、まあまあ、うん、まあ優しいんだけど、なんかちょっと違うっていうか、なんか不思議な、うん、まあ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 、それは置いといて、じゃあ会場の話だからね、演奏の話。あのね、あ、運搬も書いてある、運搬も書いてあったかな。いや、会場の違いでしょ。あ、運搬を書いてない、うん、そうそう、もう違いでね、そう、うん、結構セッティングとかって変えたりするの、例えばホールでやるときとかさ。あ、ホールは、ホールもまたいろいろあったよね。なんかあの一時期その UOU でやってた時はホールでしかやらないって決めた時があったじゃん。変えた、変なさ時があってさ、うん、でその時はあのちゃんと PA さんがついてるところもあれば、あの全部自分で持ち込みで生の音でやるっていう時もあったよね。でその生の音でやる時の会場は結構大変だったね。まあ、めっちゃ響くとかだったからね。そう、うん、音がやっぱ回ってしまうから、それはなんかもうしょうがないから、それはその、うん、なんか想像しながら、まあ、あとだから音量を上げすぎないようにってことだね、うん、あの出し切れともあるから、まあ、響くホールっていうのは基本的にやっぱクラシック用のホールだから、うん、ね、あのまあ、そういう大音量用にできてない会場だからね、やっぱその小さい音でも
豊かに響くようになってるわけだから、うん、そういう演奏をした方がいいかもね、うん、あと野外でさ、あと面白かったのがさ、うん、あのニューヨークに行った時クイーンズでさ、なんか野外フェスみたいなのでさ、うん、やったじゃん。その時にあの PA の人があのジャズをやってる PA さんじゃなかったから、なんかラティーノのさお兄ちゃんたちでさ、覚えてる？足がベースね、こうやってサウンドチェック出したらボーンってさ、まあそれはねそうなるよね、うん、でなんかバスドラとかもさドンドンみたいなさボンボンみたいな、なんかそういうのもあったから、うん、いろいろないろいろあったよね。あとすごい大きい会場はさ、あの野外のさ上田の上田ジョイントとかはさ、やっぱなんか、まあ、そこまで音はなんつーの、うん、ある程度もうしょうがないと思ってやってるかな。っていうかもうあの大きいステージになればなるほど、まあ最近はそのなんかイヤモニとかあるからさ、うん、しっかり聞こえるけど自分の音も人の音もね、うん、そういうイヤモニ環境のライブの現場だったら、ね、でも基本的にもうステージでこのなんつうの転がしっていうの、うん、これしかないとこだったらもういい音は期待できないと思ってた方がいいもんね。そうだね。特にそのサウンドチェックとかあんま時間も取れないことも多いからさ、うん、そういうフェスとかだとね、うん、そしたらもう信じてやるしかないよね。そうそう。でも、まあ、僕の場合は基本的にはあんまりセッティングはいじらない。例えばなんかここの会場だとハイが聞こえづらいなとか思ったりすることもあるけど、うん、大体外では OK なんだよいつものままで。だからもうそのちょっとやりにくかったとしてもなんかもうきっといい音が出てくれてるんだろう外ではと思って、うん、もう信じてやるって感じだな、ね、俺の場合はね。私もそうだね。結構妥協はしてるか な、うん、もう特に PA が入ってる場合はもう外の人を信じてやるしかないって感じだね、うん、あとまあたまにねなんかモニターでちょっと聞こえにくいものがあって支障があるんだったらやっぱこれ上げてください、うんね、あれ上げてくださいって言って、うん、でもたまにこうやってこうやっちゃうと、うん、あ、OK なんだって思ったけどね。だからこうギター上げてとか言うのさ、なんか遠くにいるからさ、うん、なんかちょっと間違いがあったりとかするよね。でもそうだね、うん、でもやっぱ本当そういう環境、うん、まあそのねイヤモニ環境にしてみればさ、うん、やっぱあれは本当になんかなんつうんだろう、まあヘッドホンしてやってるわけだからさ、外の音は全然聞こえないわけよあんまりね。両方してるからね、うん、ああそう。だから本当なんかその生音でバランスを取るっていう感じは全くないからさ。生音は全く聞こえてないの？あれなんか例えばこの人ね、その先週行ったその大橋トリオさんのやつとかリトグリのやつとかで結構大きい舞台、うん、ポップスのバンドでね立ってた。いやだからそれこそだからまあ大橋トリオやった時はそのアンプ一応ねキャビネット置いてたけど、うん、そのリトグリやった時はキャビネットなしだからもう PA の直接ラインの、うん、の音だけだから。なぜならやっぱキャビネット置くとさそのステージに音が出るわけじゃん、うん、で例えばボーカリストがさ5人いたら5人分のさマイクからノイズを拾ってしまうわけよ。あすごい。だから結構5人揃うと結構じゃんもうじゃん、うんうんうん、あの入る量がね、うん、だからそれはなるべくない方が喜ばれたみたいで、うん、キャベツのとない方がいいって言われる時もベースもないんだじゃん。エレベも、ああその時はベースの人はやってたけどね、うん、キャビネット使ったけどでもすごいちっちゃい音で鳴らしてたね。うん、うん、だからそういう場合もあるね。えでも例えばイヤモニだったらなんかみんなが聞こえてないもの聞こえてるわけでしょ。例えばクリックでこの曲はみたいな。ああそういうこともある。その後ろでだからクリックが鳴って1,2,3,4っていうのが鳴ってたりして、でその時にね僕はやっぱさまだジャズ屋だしさ、うん、ギターの持ち替えとかもスピードが慣れてなかったわけ。そうだね。そんなだからもうこの数秒で持ち替えしなきゃいけないっていう経験なかったから、うん、こうやってパッと持ち替えて差し替えてそのやってる途中に1,2,3,4っていうのが聞こえてきて、わあやばいペダル踏み替えなきゃみたいなので最初の頃はすごい大変だった。いやだ、もうなんか音楽以前の段階、もう演奏するしてる時はまあ一番楽なの、うんうん、でその持ち替えとかで譜面をめくるのもさ、うん、あそうそれでもうあの持ち替えと足の何ペダルの操作で精一杯だから譜面めくるタイミングもなかったわけよ。でしかもメドレーで10枚とかさ譜面がいったりするわけ。もうこれは俺無理だと思って、うん、iPad に変えたんだよね。しかも前日にね。前日じゃないけど、ね、まあまあ数日前でしょ、ギリだよね、うん、ギリギリで結果的にでもそれが良かった。でクリコさんもねこの前、そうそう、それでそのでね大輔がそれで私もねこの前そのブルーノートの公演の時に、うん、あそのリーダーがアレンジしたスタンダードをやったんだけど、うん、結構は
あのページが5枚くらいあったわけで、みんなは結構長いあの、うん、あの何譜面台を使ってたの、うん、まあ見た目も悪くないけど、まあ、ちょっとは、ね、なんか不思議ではあるよね、長いからね、異様に長いからでもめくれないわけ、うん、でしかもベースやってるからもう絶対めくれないの、うん、で最初はもうプリントアウトしちゃって譜面をね、でもなんかちょっと5枚えと思った瞬間に、あこれ iPad の方がいいかなと思ったんだけど、まあ、全部プリントアウトしちゃって一応やってたんだけど、やっぱり追いつかない、やっぱりこう弾いてて、なんかその点ね、オーケストラやってる時私大工とかさ、大工なんてもうほぼ1時間以上ノンストップでやってるわけじゃん、あれうまくできててさ、クラシックのやつってあのちゃんとお休みの時にページめくれるようになってるの。でもやむを得ない場合は VS って書いてあって早くめくってっていうのがあるんだけど、うん、でもそういうジャズの長い譜面っていうのはだいたいそういうのがあんまりない、考えられてないね、ない、ただなんとなく書く人の都合でそのページになったみたいな、そう、ね、だから5ページ目がさ4小節しかないのに、うん、なんかこう5ページ目があったりとかね、まあそういうのがなんかそういう質問も来てたよね、なんか譜面をどうやって用意したらいいですかみたいなさ、うんうん、あのねバンドでやるとき、うん、ただそれは気をつけた方がいいよね、うん、どこでページターンがあるのかってとこまで考えて譜面を書いてあげると喜ばれるよね、うん、そうだね、まあ、私もなんかあんま上手じゃない方だからさ、いや俺も譜面パート譜とか特にさ結構ひどいかもしれないけどそうでもね、まあ、そのまた iPad の話に戻るけど、それで大輔が、うん、あのそういう5枚あるんだったら iPad でしょって言うから、うん、あそうって言って、で iPad にしてみたの、初めて、うん、初めてっていうか、まあ、何回かあるかな、リードシート見ることとかあったけど、うんうん、UOU のあれとかもあれだけどね、 iPad で、ね、iPad でやったけど、 でも3ページとかだったから別にそんなに問題なかったんだけど、うん、5ページとかいうのは初めてだったから、であとペダルじゃなくて、あのこのページターン、ね、ページターンがさ、やっぱりそれもできないと思ったから、うん、あの Bluetooth のペダルで 足元でページをめくれるやつがあるんですよね、うん、それを使ったの、うん、で家で練習してたやっぱりさ、うん、あの曲にも慣れておかなきゃいけないから移動中はずっと聴くわけよ、うん、てかもう時間がないからさ、忙しかったから、うん、ほんで曲を覚えて、でなんか家に帰ってきて練習できるときはこのカチッカチッっていうのを練習しながら、音源を聴きながらこう合わせてここで譜面を切り替えるとかね、うん、でしかもバーって進めるんだったらいいけど戻る、ね、あの DS で戻るとかね、ダルセーニョで戻って、あのダカープじゃコーダでとかさ、なんかそういう結構飛ぶやつは5ページなのにさ、うん、だからあこれは戻って、例えばさ戻るんだったらさペダルをさ 1,2 って押すわけじゃん、うん、そうだよね、うん、であこれはって言ったら大輔が、あそうなんです、ただ進んでいけばいいからページを増やせっていうわけ、そうそう、そしたら逆になんかちょっと混乱してしまって、それもあって、うん、でね、まあ頑張って、よしこれならいけると思ったわけ、ほんで本番になりました、でリハーサルをやってた時に、うん、なんか不幸なことに、なんか触りの部分しかやんないから、あのちゃんとできなかったわけ、うん、全部通して踏む練習はできなかったわけね、そう、うん、踏む練習はできなかった、うん、でなんか不安なまんま本番になって、実際本番になりましたあでさカチッと押すじゃん、でもなんかいろいろさ、なんか他のインタラクションがあるわけ、こう例えば変なスモックがさふわーってきたりとかさ、そうだよ、ね、なんか光がさ、ライトがさ、そうそう、もうライティングがいろいろ、だから照明とかも本番になってみないと分かんなかったりするからね、そうなんだよ、ぐるぐる見えないとかさ、うん、そうそう、で私がね、あこの曲、あ譜面、あのページめくろうってバッてた瞬間、靴だった、まずはいつもスリッパで練習してる靴だった靴だとちょっとなんかさ踏み心地が違うから、うん、感覚が分かんない、あれ踏めたのかなと思ってカンカンってやったらカンカンカンって言ってなんか言ってしまって 2,3 ページ戻んなきゃって戻って、でもしたら違うとこ行っちゃって、その間もずっと曲が進んでんや、うん、記憶を使ってさやって、うん、そう、あのねこれも後から考えたらさ、あの iPad って別に足だけじゃないんですよ、手でポンって触れば次のページに行くんだけどそんなことも思いつかないぐらいテンパってたんだね。そう、ちょっと興奮して大丈夫ですか、はい、思い出して咳が出てしまう、うんうん、そうそう、それでね、うん、その後どうしたっけ、あセカンドセットからは、うん、やっぱりちょっとごめん、一回カットする、一回カットし、変なとこ入ってた、うん
あれ見せた方がいいか。どれ？ペダル。あ、まあいいんじゃない。まあまあ見せてもいいけど、はい、まあいいや、もう大丈夫だから、うん、ダメ。飴持ってくる、大丈夫。大丈夫かな、うん、そう、まああれ、これがそのペダルくんなんだけどね、あの問題の問題じゃない、ペダルは問題じゃない、あなたの問題。じゃ あの後、ね、このペダルははっきり言って結構安いんだけど優秀だと思う、うん、うん、よくできてる。でさ、この実際踏んでみると現場でね、うん、あのちょっとさ遅延があるわけ、ディレイが。そうなの。カチッて押したら、うん、プッてなんないで、カチッてフッて感じ。その一瞬がやっぱなんか、例えばあと2小節であのフリップしなきゃいけない、そしたら2小節の前にやっとこうとかさ、なんか無駄な思考が入るわけね、うん、で音楽にそんなに集中できないから、私はセカンドセットからはもうやめて、神に戻りました、神に戻りますって言って、はい、でもね、そのね、あれは良かった、判断が良かった、その判断はもう良かった、うん、その判断したらもうどれだけ音楽に集中できてなかったか、ファーストステージが申し訳ないけど。ああ、そうなんだ。まあで、例えばさ、進んで進んでこう3ページまで進んで、うん、あのダルセーニョで戻った先からベースソロみたいな時とかは、うん、やっぱここからなんかフレーズを弾き始めて入りたいけど、うん、戻んなきゃいけなかったらさ、うん、ちょっとでしょ。まあだからそれはちゃんとだから作戦練っておかないとね。そこまでちょっとね、あれだったね。いやいや、まあまあでもそうやっていろいろなちょっとした失敗を重ねていろいろ成長していくもんだ。うん、だからそれにはそれ。いや俺だってさ、そのなんか、まあ自分の場合は iPad の場合はもう指でやってた。なぜならペダルも踏んで、うん、あのそっちも譜面も足でやったらもうこんがらがっちゃって、そうそう、ね、もう俺には無理だったから手でペッペッペッってやると。でもギターはまだちょっと余裕があるね。そう、なんかジャンってやってピッてやればいいから全然いけるんだけど、うん、こっちウォーキングしてるからずっとさ、うん、だから使い分けたらいいんだろうね。うん、テクテボーン、テン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 で戻る、戻るポンポンで、まあ、だから戻んないようにする。だからその辺はね、だから譜面書き換えるとかいろいろ手はあるよね。そう、でもやっぱオールドスクールが私には向いてかなと思ったね。まあまあそうかもしれない、うんうん、確かに余計なことは考えなきゃいけないかもしれない、ね、うん、まあでも便利なことはすごいめっちゃ便利だけどね。そうだね、うん、まあだからその辺もやっぱり要練習だよね、うん、まああとさ、いろんなステージ立ってみていろいろ気づくことあるよね。なんか、ま、それこそ暗転するとかあるじゃん。ん？暗転ってステージが真っ暗になること。あで真っ暗になって本当に真っ暗になる時ってあるわけよ、うん、演出上ね。そしたらさ、だからピアニストの人とかってさ、鍵盤がどこにあるか分かんないわけ。え、どうしてんのそれ。いやだからそれこそ張ってる人もいるじゃん、蛍光の。だから俺もこの何ポジションマークのとこに蛍光で貼ってた、ね、でじゃないと本当分かんなくなっちゃう、見えなくなっちゃうから、うん、この辺だけ照らしてるわけにいかないんだ。あでもだから本当に真っ暗になっちゃうんだよ結構、うん、うん、暗い時はね、うん、だからそういうのもやっぱやってみないと分かんないし、うん、あでもあとはあるよね、あるあれだけど、ニューヨークでもさ、なんか、うん、かなり暗いさお店とか多かったよね。だ譜面とかね見えないみたいな、ね、そうそう、だからそれもあって覚えた方が良かったっていうのもあったよね、うんうん、そうそう。あとどうだろうね、あとなんか面白い現場はさ、なんかそれこそすごい昔の頃、昔のニューヨークにいた頃にさ、あのコリアンタウンでね、韓国人街のみたいなところでさ、のレストランで演奏した時は、うん、あんな変な場所で演奏したことないっていうくらい変な場所でさ、なんかあのレストランになんか滝があるのね、うん、ザーって流れててさ、そこの上になんか白いなんかグランドピアノみたいなのがあって天空のピアノみたいなのがあって、そこでどうやら演奏するみたいで、うん、でそこの滝があるからなんか水が流れてるわけ、そこの水をこれを持って渡って、うん、なんかそこのなんかスペースに行って演奏しなきゃいけなくて、それも変だったし、うん、あとあそこも変なメッセージなかった、あのテラサ7だっけ、なんかステージがなんつうんだろう、ああいうなんつうんだ、網っていうのなんつうんだろう、あの側溝にあるさ、工事現場のこういうなんかあの網をね、うん、要するにあの溝に落ちないようにするやつみたいなのの、うん、でか超でかいバージョンがステージだから下が丸見えなんだよね。そうだから吊られてるんだよね。
釣られてんだよね、あれね。そうそう、だからなんか怖いっちゃ怖いよね。うん、あ、だから女の子がパンツ履いて、パンツ履いてたらじゃなくて、パンツはみんな履いてるけど、下から見えちゃう、ね、スカート履いたらね、うん、見えちゃうよね、うん、あれも不思議なとこだったよね、うんうん、まああとなんだろうね、船の肉とかね、ちょっと揺れるみたいな、やったやった、なんだこれはみたいなね。なんかで、私ベースだからさ、結構オートトトってなった時があってさ、うん、それも面白かった。あとピチャンって跳ねてきたりとかさあとなんだろうね、面白いとこ、ね、でももう俺動物園でやったこととかもあるしね。本当？キリンが横にいるところでなんか演奏してた。あとスーパーマーケットがであるっていう人もいるよね、演奏したことがあるって。あ、そう。それなんか誰だっけ、うん、なんか最近話聞いたけどね。 あとなんかショーウィンドウみたいなところに入って演奏するのもあったな。あ、そう。なんか店のなんかすごい狭いスペースにショーウィンドウみたいなのあるじゃん、うん、ニューヨークね。あのなんか細いところに入ってなんかなんかやるみたいなゲームあって。あ、でもそうやって言われたらなんかあるかもしれないな。なんかいろいろ変なのあるよね、うん、うん。あ、ここでやるんだみたいなね。そうそう、ニューヨークは結構ゴリ押しなのが多いよね、うん、あ、俺はあんまやったことないけど、とか全然やったことない、1回もやったことないけど、あ、1回だけかな、サブウェイね、地下鉄もニューヨークだとさ、そこら中でやってるじゃん。そうだね、地下鉄はやったことないな、ね、とか道とかね、うんうん、でも地下鉄は、ニューヨークの地下鉄はさ、ちゃんとオーディションがいるからね。オーディションにお金払ってなんだよね、まあ多少ね、うん、それでオーディション受けて受かったら一応できるみたいな、ね、なんかその横断幕もらえてさ、そうそう、後ろに貼ってさ、アップとか使うのはそれがないとダメなんでね、うん、うん、まあ外でも演奏、外で演奏するときは大変だったよね。外での演奏は結構きついんだよな。まあめっちゃ寒いときとかね、手動かないみたいなね、うん、うん、それもあった。なんかそういうホテルみたいな仕事のときに、そのなんか外でさ、10月くらいニューヨークでね、しかもなんかあのワールドトレードセンターの近くだから結構川ペリ海っぺりみたいなとこでさ、うん、引いてんじゃん。でもうなんか寒くて手がかじかんできてさ、すんごい風だからさ、うん、もうなんか綺麗に用意されてるなんかパーティーの仕事だったな、うんうん、あのテーブルとかもさ吹き飛ばされてさ、グラスとかパリーンって割れたりさ、チャラチャラチャラってさ、フォークがさ、ナイフとかが飛び散ってさでも最後まで結構頑張ってやったんだけど、最後の最後のセットでもう、で誰もいないわけ、お客さんも寒すぎて、うん、中入ってるから、じゃあ中でいいよって言われて中に移動して、アンプをね、自分で自前のアンプもさ持ってさ入ってったら、今度は中は中でシガーバーみたいなんで、もっくもく。確かにシガーバーもあるね。シガーバーきついよね。まあね、俺タバコ吸わないしね。私もタバコ吸わないから、もう本当一日やったらもう全部に匂いがついてしまってね。そう、木だから特にね、吸い込んじゃうんだよね、うん、そうそう、匂いよね、うん、あったね、あるよね。まあ、日本にもあるけどね、多分ね、うん、でもあるあるだよね、うん、懐かしいよね、うん、あとなんだっけな、なんかそのぐらいしかも浮かばないから、なんかとりあえずいろいろやってきたよね、うん、なんかもういろんな、そうそう、意味わかんないような、うん、まあ、まあ、とりあえず本当状況を見てたよ ね、 だからそういうバックグラウンドミュージックだったらやっぱり音量はかなり気をつけるしね、うん、もう別に聞こえてなくてもいいんだろうなぐらいな感じの時もあったしね、うん、であとなんか日本とニューヨークのさ、あの違いって結構、あの日本って環境整ってるとこ多いよね。だからあ、そうね、うん、アンプだって持ってかないやつがほとんどだしさ、うん、ベースアンプすらなんか完備しててくれるお店がほとんどだし、うんうん、楽器だって持ってかないでもいいよっていうお店だって結構あるからさ、うん、ニューヨークは全部持ってったもんね、うん、アンプとベースは絶対持ってってて、うん、まあアンプなくても行けそうな店だったら、まあアコースティックで頑張って、うん、だからニューヨークの人は結構さ、音大きい音出せるじゃんあいつはとかいうのが褒め言葉みたいなのがさ、まあね、アンプ使わない、ね、うん、そういうシチュエーションが多かったからね。あ、そういえばそのギターに関してはさ、やっぱ音量の問題って結構大きいじゃん、うん、なんか自分ではあんま聞こえてないのにバンドからうるさいって言われちゃったとかさ、うん、やっぱ自分で気をつけてるのは常に同じ場所に置くってこと。自分の前だったら床に置いてちょっと角度をつけて立って弾くって、まあ座って弾く時もあるけど、でもう決めちゃって、そうしたらもう大体同じになるじゃん、うん、でもなんかさ、多くの場合なんかアンプ上に上げますかとか言われたりしてさ、上げちゃったりするんだよね、うん、そうすると全然聞こえ方変わるからさ、だからなんか基本的に自分のスタイルを、うん、持って保つのがいいんじゃないかなと思います、うん、なるほどね。最初はね、慣れてきたらですね、いろいろやってみても、まあ、セッティングに関してはそういうのはあるかもしれないけど、ね、あと面白かったのがさ、うん、あの
これまたちょっと違う種類の話になるかもしれないけど、まあ、大ちゃんに言ったけどさ、なんかブルーノートにはね、私この前初めてやったでしょ、あのなんかやっぱ音楽の神がいるのかもしれないと思ったの、それはなんでかっていうと、なんかこんなパニックってる私でもソロが回ってきたりすると、っていうか音楽がすごい鳴ってくんの、なんか次に弾く音みたいなのが、ソロとかもなんかいつも弾かないようなものが聞こえてくるし、指がついてってくれるのね、だからもう任しちゃって、なんかこう、とりあえずなんかその辺は音楽は心配しないでも大丈夫、だったんで、なんかすごい不思議な感覚だったね。でもだからさ、それってさ、一昨日さ、その一緒にやったジーン・ジャクソンが言ってたじゃん、だからその結構ギリギリな状態、精神的になると意外と音楽的に良かったりするんだよね、もうこの曲知っててもう最高にうまく弾けるみたいなやつって意外と演奏したら面白くなったりするんだよ。でやばいなと思ってるさ、例えば俺のデビューアルバムとかもそうじゃん、あれやばいよね、もうはっきり言って、あれはもう今聴いてもスリリングな演奏だと思うんだけど、もう当の本人はもうテンパりまくって、セッションの時、うわもう最悪だったと思ったわけよ、終わった後はね。もうだって生きた心地がしないんだもん、自分の曲でもロストしまくってさ何が起こってんだか分かんないみたいな感じになって、でもなんかそれがマジックなんだよ。そうだから、そうやって自分を必ずしもだからその時思ったことが全てじゃないってことよ、あのさ、さ一番最初の曲さテロテロっていうところがすごい緊張するよねテロテロってさじゃあ聞いてみてくださいみんなも、ね、そうそう、あれはいいよね、今の大ちゃんには出せないもん、あれは。そうだよね、まあ一昨日くらいあったのかもしれないけど、あったあったあった、めっちゃいろいろ面白かったね、やっぱライブミュージックってそこがいいんだと思うよね、そう。じゃあ、 あのね、そのこの前 の、 そのボディ&ソウルでね、そのデイビッド・ネグレテと大輔とあのジーン・ジャクソンと一緒にやった時にね、ジーンがすごいいい話たくさん聞かせてくれて、本当機会があったら、もう彼は本当に日本がになに日本の宝みたいな、ジャズの宝だね、いや本当にいろんな話聞かせてくれて、で私その時にもベースも壊しちゃってテンションガタ落ちだし、しかも曲デイビッドの曲難しい曲があってもうなんか間に合わなくて、もうなんかテンパってて、もう最悪な状態だったの、どん底だったのね、気分的にもうこれちょっともう帰りたいと思うくらいだったわけで、何でもねジーンとねデイビッドとね大好きでできるのにと思ってさ、そしたらすごいなんか面白い話をしてくれたんだよね、なんかそれで私は、あ今日は大丈夫だと思った、そう、何でも受けて入れてくれる人たちだったもんね、でその極限だったからさ、またみんながね、そうみんなが極限だった、だからみんながすごいすごい団結するしかないって感じだったよね、あれね、みんな音が聞いてるか、俺がねドラマーだったら絶対にジーン・ジャクソンのドラムレッスン取るね、あ私も絶対取る、絶対絶対おすすめ、絶対取った方がいいで、彼は、しかもあのいいことに、グッドニュースですが、あの生徒さん募集しているらしいので本当に、僕生徒俺人気ないのかもしれないとか言ってたよね、ボソッと、なんか言ってたよ、言ってた言ってた、なんかいやみんな撮った方がいいって、多分教えてくれないと思ってんじゃないのって、いやフェイスブックで言ってんだけどとか言ってで、みんな習った方がいいと思います、本当にドラマじゃなくてもね、でしかもすごいいい話だって、ハービーと一緒にやってた人だからね、である時ウェイン・ショーターから電話がかかってきてバンドに入らないかとかいうね話とか ね、そういう方もうそれ宝だよ、ね、でブランフォード・マーサリスと一緒に住んでたからねルームメイトだったとか、そういう話もう母みたいな話を普通にするからさ、絶対になんか、話聞いて本当に勇気をもらえるよね、ということで、はい、今日はこの辺にしましょうか、じゃあ最後に、じゃあ今日はまたこの、あの僕が書いた曲で高尾山には天狗がいるということで、僕の日本に帰ってきて書いた曲です、ね、天狗という曲を演奏して終わりたいと思います、はい、いつもありがとうございます、ありがとうございます、ワン、ツー、スリー、
はい、こんな感じです。天狗でした。はい、いい曲ですねなんかこうどっしりとしたなんかあの感じがね、いや、いいとこなんだよねこの辺ね。そうね、うん、とっても天狗に見守られてますね。そうね、ということで、はい、いつも応援ありがとうございます、引き続き、はい、本当ご質問などね、リクエスト、はい、どしどし、まだリクエスト答えられてないのもあるけどね、ちょっと時間がなくてね、はい、でもまたいずれやりますんで、はい、懲りずにリクエストください。はい、はい、お知らせですが、23日月曜日、1月23日、RPM でファンクセッションやります。ジャガ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 っていう感じで応援しに行ってあげてください。はい、トリオでホストしてますんで、皆さんぜひ演奏しに、まあ聞くだけでも OK だし、うん、お会いできたら嬉しいです。はい、私はしばらくあれなんだけど、うん、2月4日、あ、ラミノアで、シモンマルコのラミノアで、はい、栗大学、栗子大輔学さん、学さん、長谷川学さんね、でなんかちょっとなんかあの何アカデミック、アカデミックでちょっとなんかちょっと研究所的なね、なんかいろいろ研究してないけど、研究はしてないけど、なんかちょっと何、うん、熱いトリオですね。熱いトリオで、ね、はい、面白いトリオで、うん、やあの最近あのしばらくやって1年くらいやってるのかな、1年以上やってるの、あ、かも、ね、うん、なんか面白い感じのバンドなのでぜひ聞きに来てください、はい、予約がいるんでね、これね、そうですね、予約していただいた方がいいと思います、うん、でね、ちょっと先なんだけど18日はあの同じ下丸子のラミノアで私と私の恩師の、師匠ね、師匠の、うん、おさむこういちさんとベースデュオベース好きにはたまらないイベントがあるので、おさむさんといえば、まあ、僕の専属の時の先生でもあるし、ね、まあ、今ではその黒本と言われる、ね、ジャズスタンダードバイブルを書いた著者でもあります、はい、だからもう光栄ですね。そうですね、光栄ですね。いろんな質問とかも多分聞いてくれると思うので、うん、もし私にも質問あったらっていうの、うん、おまけでいいんだけど、うん、そう、なので面白いイベントがねこれからもあるので、ぜひあの遊びに来てください、はい、ということです。引き続き、楽しく元気に良い1週間を過ごしくださいませ。それでは、はい、いつもありがとうございます。バイバイ、またね。